皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2021年3月31日に行われた、第71期王将戦、一次予選、増田康宏六段と、佐藤慎也七段の一局をお送りするぜ。それでは早速対局者の紹介よ。まずは先手の増田六段。1997年、東京都昭島市出身の23歳、今期竜王戦3組、順位戦 C 級1組。一般棋戦優勝2回、なお今期順位戦で好成績を収め、B 級2組昇級を決めているわ。おめでとうございます。順調に階段を上っているな。機械における存在感でも物理でも、大きくなっていっているわね。物理、わら。日々欠かさぬトレーニングで、第2の丸山九段ポジションを狙っているのかしら？そういうつもりはないと思うぞ。それでは一方、後手の佐藤慎也七段。1977年、神奈川県相模原市出身の43歳。今期竜王戦4組、順位戦 C 級2組、みんなから愛される、将棋のお兄さんだな。佐藤慎、慎也さんなどの愛称で親しまれているわね。なお、好きな駒はカップ、桂馬だな。何か一瞬見えたような気がしたけど、気のせいだろ。気のせいじゃ仕方ないわね。なお、普段優しくおどけてはいるが、将棋に対する姿勢は真剣そのもの。まさに命を削るように、ひたむきに、盤面に向かうその形相は鬼そのもの。普段と違う姿に面食らう人は多いはずだ。以前、アベマのネット対局で見せたその表情、印象的だったわね。一部では顔芸と言われているが、全身全霊をかけているからこその真剣さ、尊敬に値すると思うぜ。普段のパフォーマンスとのギャップがあるからこそね。ハッシーもそうだが、将棋界を真剣に思っているからこそだな。そんな慎也七段、棋風は一社の正統派、王道の将棋で格調高く勝利を目指すわよ。アベマトーナメントでの活躍も期待されるお二人。今日の対局も楽しみね。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、増田六段。マリサが後手、佐藤慎也七段だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。本格配飛車党同士の戦い。2五歩。やはり飛車先をついての始まりになってきたわね。8五歩。戦型は何を選ぶかも注目だ。7八金。ここまでは相掛かりの立ち上がりよ。3二金。飛車先をぶつけて激しめに行く方針だな。3八銀。早い段階で駒をぶつけていくのね。9四歩。なのであっという間に勝負がつくことが多いんだ。9六歩。方針も決まって、しばらく手を進めよう。7二銀。3六歩。8六歩。同歩。これで手元に歩が1枚。同飛車。うまく使って風穴開けていくぜ。6八玉。3四歩。私も一歩獲得して手駒を作ろう。2四歩。同歩。同飛車。横歩を取られないように飛車を引いてカバー。8四飛車。角道を開けて交換を促す。7六歩。2三歩。2五飛車。激しくぶつかるエリアを全力補強だ。4二玉。最近は王様自ら戦う将棋が多いわね。3七桂。現代将棋はまさに総力戦だな。7四歩。8七歩。攻撃要員を前線に集めよう。7三桂。4六歩。6四歩。3筋の歩を消して打ち込むスペースを作る。3五歩。同歩では裏がぽっかり開くね。8六歩。玉頭に隙は作れない。ではそろそろ、2に角なる、角交換で局面を加速させよう。同銀、一気に激しくなってきたな。6六角。8一飛車。陣形が整ったところで歩を取り込む。8六歩。そしてもう一度飛車を引きつける。同飛車。
8八銀。競り出した角に当たりをつけるぜ。6五歩。角の位置を通していこう。5五角。さらに先手玉と上駒を集める。7五歩。強く攻めの姿勢を示していこう。3四歩。これはもう後には戻れないね。8四飛車。喉元の歩に標準を合わせるぜ。2四歩。一気に掘り進めるわよ。3三歩。先手に出方を伺う一手だ。7五歩。同歩は桂跳ねで飛車に当てられるわけね。3四飛車。2三歩なる。同銀。玉頭を攻めながら飛車の横利きを消しに行こう。4五歩。さらに突き越すことで飛車を封印できるね。2四歩。飛車を追い返して手番を取ろう。2六飛車。進路を塞がれる前に脱出しておくぜ。5四飛車。同時に角に当てて手番は継続だな。4六角。金を上げて上部を手厚くしよう。6二金。同じく自陣に手を入れて間合いを図ろう。5八金。6三銀。だんだんと中央に駒が寄ってきた印象ね。4七銀。スペースのある側に飛車を移動だ。8四飛車。あえて浮かせて飛車を引き込むわよ。8六歩。素直に取ると7三角なるが怖そうだ。3四歩。飛車を取れるがこちらは王様が狭いもんな。8七銀。残念、そう簡単には引っかからないか。3三角。先手陣深くを睨んでいこう。7七桂。6四銀。自玉周りの手入れも終わったところで。2五歩。決戦を挑みに行くよ。同歩。同桂。飛車に当てて局面に先手を取るぜ。1五角。角は狭くなるが手番でチャンスを引き寄せたい。2九飛車。下段に引いて攻守の睨みにしよう。7五銀。強く前へと駒を押し出す。3三歩。後手陣に鎖を打ち込むよ。同桂。えぐるきっかけを作ったところで。7六歩。自陣付近の銀に働きかける。8六銀。この形なら後手の攻撃は届かないね。同銀。攻め駒の銀を補充。同飛車。さらに桂馬を補充。3三桂なる。後手玉と飛車が同一ラインの今がチャンス。同金。桂馬の打ち捨てで王手飛車を狙う。5四桂。当然後手は取ることができない。3二玉。ぐ、ぐぬぬ。遠慮なく金をいただこう。6二桂なる。下段飛車を浮かせて隙を作りたい。2八歩。ここまで来たら一気に畳みかけていくよ。6四角。目的は勝利で飛車を守ることではないわ。7五歩。飛車の取り合いなら形の上でこちらが有利。8七歩。やむを得ない、ここは一旦交代だ。8三飛車。ここで飛車を取らせても罪には至らないわね。7四銀。ならばさらに前へ出ていこう。2九歩なる。8三銀なる。現状、先手玉に届く攻撃がないので、2四銀。退路を作って粘る筋を探ろう。1六歩。角に当てつつ後手玉の退路を狭めるよ。2六角。さらに追撃をしながら、5六飛車。後手玉の逃走筋に剣門を引く。4六桂。同角。8九飛車。一王の詰めろだがこれは、もちろん防ぐ。7九金打つ。9九飛車なる。2四角。同金。2六飛車。2五歩。3六桂。金を取る手がそのまま王手になる。2六歩。2四桂。2三玉。さあ、これで終わりにしよう。4二角。ぐ、ぐぬぬ。合駒は同角なるで意味はなく、2四玉、と逃げても1五銀から詰まされてしまう。もはやここまでか。負けましたー。ありがとうございました。
中盤で楔を打ち込まれてからは一気だったか。67手目、先手が仕掛けてからは、後手玉近くで戦いが起こっていることもあり、攻めの連続が功を奏したわね。8筋の反発に対しても飛車がよく効いており、入り込む隙を与えなかったわ。これでは攻撃が届かないわけか。しかもその飛車は攻撃の後押しにもなる、という味のいい位置取りだったわね。相掛かりにおける突破力で押し切った形ね。ぐぬぬ。さて、これで増田六段は一次予選準決勝に進出。次戦は青島六段と対戦するわ。これまた若手の強豪だな。しかも居飛車振り飛車こなせるオールラウンダー。展開も読めないから面白そうね。今から楽しみだ。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それでは次回も、ゆっくりしていってね。